伊東市で今年4月に起きた市内の商店街の火災で被害に遭った人たちを支援するバザーが昨日開かれました。4月23日、JR 伊東駅前の湯の花通り商店街で発生した火災では店舗など3棟が全焼しました。この火災で被害に遭った人たちを支援しようと開かれたバザーは、伊豆山土石流災害などの被災地支援に取り組んでいる。 市内商店店店店ののの融資でで作る伊東開園隊がががいたたものです会場にはは菓子やや飲食ななどどブースを並べパンや弁当など店自慢の品が販売されまし収益金は商店街の関係者に直接手渡されるということです。